ウィスともアガディです。というわけで今回はバージョン 3.0 のアップデート最新情報まとめやっていこうかなと思います。で今回ね、公式 Twitter の方で情報更新がなかったので YouTube だけの情報になってくるので、ちょっとね、わかりやすくまとめていこうかなと思います。ちょっとね、公式 Twitter の方でまだね、情報の画像が出てないので画像が一部荒いものもありますけど、まあね、そこに関してはね、僕のちょっと口頭の方で補填していきながら話していきます。というわけで、まず声優発表がありました。いや、いいね。まずは二郎の声優さんが金本ひさこさんですよと、そしてはい、ドン、ディシアの声優さんが福原彩香さん、そしてアルハイゼンの声優さんが梅原裕一郎さんですね。僕以前アルハイゼンの元素わかんないって言ったんだけど、神の目が草に見えたので、まあ、草元素で確定っぽいですね、今更ですけど。そしてドリーの声優さんが金田智子さんですよといった感じで、なんか本当にもう有名声優さんの面々が集まってきたなといった感じですよね。そしてまたちょっとね、行きましょうか。ドン、さあ来ました、ガチャ内容。まず前半がティナリと勝利先生と、そしてコレイのピックアップガチャですよと。これちょっと予想を大きく外してきたね。まあ今までだったら新しい国が実装された時、まあ 1.1 と 2.0 は該当するんだけども、まあ 2.0 かな、基本的に復刻がなかったんだよね。でも今回は勝利先生、まあ他にもね、あと2人激アツなキャラクターが復刻してるんですけども、まあこれは結構嬉しい人も多いんじゃないのかな。まあやっぱり勝利先生持ってない人もたくさんいると思うので。でまあもちろんね、新星4のコレイもピックアップ隊長に入ってますよと。でひなりは今回新キャラクターとしてピックアップガチャに入ってるんですけども、ここで本当にマジでみんなに注意してほしくて、で多分おそらくこの生アプリの生放送で触れられてなかったんだけど、一番大事な部分があって、ここ見にくいんだけどよく見てほしいんだけど、きなりはバージョン 3.12 で通常祈願に実装されますって書いてあるの。これどういうことかっていうと、今まで工場キャラクターって、まあ、国勢、ディルク、ジン、ナナ、モナ、この5人だったんだけども、ティナリが6人目の草元素のキャラクターとしてバージョン 3.1 からは工場ガチャに実装されますよってなってるんですよね。だから今回は限定キャラクターという枠組みではなくて、工場キャラクターピックアップガチャという枠組みになります。なのでこれからね、 3.1、3.2 って新キャラクターで出るたびに引いていくと思うんだけども、すり抜けでティナリが引ける可能性っていうのが出てくるので、今回に関してはティナリを優先して引くってのは正直おすすめしません。だって、まあ、今後引いていくガチャでそれこそすり抜けでね、ティナリが出てくる可能性もあるので、まあね、最速で 3.0 の間で使いたいって人はティナリ引くのはありだけども、原石を効率よく使いたいよとか、ちょっとね無課金でやっていて原石がきついよっていう方に関しては、一旦 3.0 でティナリはスルーして 3.1 で工場ガチャに入ってから、まあ、新キャラクター引いていくタイミングで、まあ、すり抜け手に入れるっていうのが一番賢い選択肢だと思いますので、よかったらねこの動画見た人はこれだけ覚えて帰ってください。ここ本当に重要、本当に更新の放送で一切触れられてなかったけども、ここが一番重要です、原神ユーザーにとってね。まあ勝利先生のピックアップも嬉しいと。そしてドン、後半ガチャも来ましたよと。画質が悪いのは本当に申し訳ない、公式ツイッターで画像がないからさ、生放送のスクショだとこうなっちゃうんだよね。カウントさん好みはココミの復刻、そしてドリのピックアップが来ましたよと。まあココミに関しても最近はラセンでの使用率もめちゃめちゃ上がっているし、神羅転生とかでも使ったりもするっていう人気キャラクターだし、カンはもう不動のアタッカーですよね、うん、めちゃめちゃに優秀ですよと。でね、まあ次にね、ティナリとコレイとドリのね、性能解説やっていこうかなと思うんですけども、今回のキャラクターね、ちょっとね注目すべきキャラクターが2キャラいます。まずはティナリ。ティナリに関してがカンと一緒で通常攻撃のチャージが2段チャージ攻撃にできますよと。この時点でもう結構注目株だよね。まあおそらく2段チャージの威力は相当高いでしょうよと。そして元素スキルがフィールドを展開して敵を挑発することができる、いわゆるデコイスキルだね。もうこれ見た瞬間に思ったのが、いや草元素版カウンじゃんっていうね、本当に、いやいやこれカウンじゃんっていうね感じなんだけども、まあ本当に優秀ですね。もうカウン使ってる人ならわかると思うけど、これ2段チャージの通常攻撃と挑発スキルってめちゃくちゃ相性がいいんで、ひたすらに優秀ですね。そして元素爆発、ごめんね、元素スキルに関してがもう一個効果がありまして、銃撃2段チャージを3発撃つまでチャージ時間が短縮されるよっていうのを元素スキルの効果で獲得することができると。
っていった感じなので、まあ、やっぱ新しい星5プラス草元素ってことで相当強く設定されてる感じはするね。でなおかつこのキャラクターが 3.1 以降は工場ガチャで出るって考えたら、結構すり抜けでね、ティナリ引けるっていうのは今後めちゃめちゃ嬉しくなってくるんじゃないかなって思ったりもしてますね。そして元素爆発に関してが、敵を追尾する矢を大量に発射してダメージを与えますよといった感じ。いわゆる火力スキルだね。合計で 1,2,3,4,5,6 本飛んでっていますよと。これに関しては追加効果の説明とかも、まあ一応あったんだけども、まあ純粋な火力スキルとして使っていくんじゃないかなって思います。はい。そして、固有テンプの効果に関してが、クレイちゃん、ナナちゃんと同じ形態ですね。スメールの特産品がマップ上に表示されますよと、いった感じなので、まあ、3.1 でね、工場入りするんだけども、スメールを最速で探索したいよって人に関しては、ちょっとティナリは引いておいた方がいいのかなーってちょっと思ったりもするね。あ、でもね、元素爆発ね、一応ね、発動後にね、なんか、通常攻撃が特殊演出に変わりますみたいな、その、いわゆる強化状態に入るみたいなスキル持ってるんで、まあこの固有テンプも含めてもちょっとティナリに関してはね今後要注目のキャラクターだなって思います。まあ草元素の専用の新生物もね出てきて後で説明するんだけども、それも相当強いので、草元素の元素反応も強いからちょっと注目株かなって思ってます。で次に行きましょう。で次にコレイの性能解説なんだけども、コレイに関しては思った以上にシンプルめのキャラクターですね。元素スキルに関しては前方にブーメランをぶん投げてダメージを与えていきますよといった感じのスキル内容で、元素爆発がこれね、名前がねもうめちゃくちゃエモいんだけど、コレアンバーっていうねぬいぐるみを飛ばして草元素のハイダメージを定期的に与えると、やっぱいいよね。アンバーちゃんと関わりがあるからコレアンバーっていう名前にしてるのめちゃくちゃ好きですね。はい。次に固有テンプの効果によってちょっと見にくいんだけど、スメールの飛行チャンピオンっていう固有テンプの名前なんですよね。これさ狙っ、まあ、めちゃくちゃいいよね、こういうつながりが見えるのはね。まあ飛行チャンピオンなので、滑走状態での消費スタミナが減りますよといった感じですね。次に見ていきましょう。これねもう一つの注目キャラクターでドリーですね。ドリーちょっとね個人的にはだよ、個人的にはちょっと拡散波とかナショナルパーティーとかの結構軸になってくるキャラクターなのかなってちょっと思ったりもするね。元素スキルに関してが、敵にまっすぐ弾を撃って当たった時に追尾するアフターサービス弾を2発訂正してダメージを与えるよといった感じ。追加効果の説明に関しては特にはなかったかな。で本体に関してが元素爆発の方で、これ注目なのがランプを置いておくと HP と元素エネルギーを継続持続的に回復すると来ちゃいましたね。ライデン将軍以来2人目の元素エネルギー回復、これさ強いと思うんだよ普通に。まあ後から説明するけど、雷元素って今回 3.0 で強化をもらっている上に、まあ、感電とかのね、効果も強かったりもしたんだけども、そこに HP 回復と元素エネルギー回復っていう、いわゆるパーティーの安定感高める要素を持ってるので、ちょっとねドリーに関してはねちょっとライデン将軍に打って変わるとまではさすがに口が裂けても言えないけども、まあ、その代用として使う分にはまあ十分に活躍してくれるかなってちょっと思ったりもしてますね。はい。そして新武器も2つ来ますよといった感じ。まあこれはねちょっとまあ星5の弓に関しては引いておきたいかな。ただねこの武器に関してがね説明でね工場ガチャ入りするみたいなことがなかったので、もしかしたらティナリだけ工場ガチャ入りして武器に関しては限定武器の可能性もあるので、そこはちょっと続報をお待ちくださいといった感じですかね。で新しい鍛造武器ももちろん5種類とも登場するよと。これに関しては性能がねおいおい分かったら話していこうかなと思います。多分まあ来週の土日あたりかなに判明すると思うので。そして来ました、新しい生物が実装されますよと。森林シリーズと金べっきシリーズですね。まあ見ていきましょう。まず上の森林シリーズ、2セットが草元素のダメージが 15% アップ、4セットが元素スキルまたは元素爆発が敵に命中するとその敵の草元素耐性をマイナス 30% 継続が8秒と、装備したキャラクターが待機している場合にも効果を発動することができますよと。来ましたね。まず2セット効果、シンプルに優秀ですね。まあ使う場面は相当多いんですけども、注目ポイントは4セット効果で、まあ元素スキルか元素爆発が敵に命中さえしていればずっと耐性 30% ダウンなんだよね、無条件で。これちょっと使いやすすぎるし強いですね本当に。ワンチャンこの草元素に雷2みたいなパーティーも流行ってくるかなって考えたんだけども、ちょっと現状見た中だと草元素のいわゆる設置型スキル
ていうのを持っているキャラクターがいないので、それこそフィッシュルみたいなキャラクターで草元素のキャラクターが出た場合に関してはこれ装備して、あとはティナリみたいな草元素のアタッカーでゴリゴリ殴っていくっていった編成が流行ってくるかなって思います。これはねめちゃくちゃに強いですね。で次に金メキシリーズ、2セットが熟知が80、4セットが元素反応を起こした後の8秒間装備キャラクターはチーム内の自身以外のキャラクターの元素タイプに応じて強化効果を獲得する。チームに装備キャラクターと同じ元素タイプのキャラクターが1名存在する場合は、こう存在するごとにだね、攻撃力を 14% アップ。とんでもないね。異なる元素タイプのキャラクターが1名存在するごとに熟知が50、蒸気効果はそれぞれ最大でキャラクター3名までカウントされる。この効果を8秒ごとに1回のみ発動可能。装備したキャラクターが待機している場合にも効果を発動することができると。ぶっ壊れですね。マジで強い。これ80プラス元素エネルギーが異なることにっていうことで、これ30なんで 14×3 なんで 3×12 の 42% アップまで持っていけるのか、攻撃力が。これやばいよ。なんでかっていうと、あの今で運金パーティーが流行ってるじゃないですか。だから運金軸で組んだ時のタレタレ酔い宮をこれで持たせてしまったら、もうマジでとんでもないことになると思う。本当にこれはちょっとやばいんじゃないかなって思うよね。で熟知に関しても最大230まで上げれるのか、うん、っていった感じもあるので、でなおかつこれ熟知上げるだけだったらこれカズハでもいいんだよね。そう、元素反応起こした後の8秒間って書いてあるでしょ。でこれカズハに関して、カズハプラス、まあ、国政とか勝利先生とか、あとはユクワキとか適当でもいいんだけど、全部バラバラにしたらユクワキの熟知を230上げれるんで、これねちょっと使い道多すぎるので、個人的にはこっちはまあティナリとか持ってる人が厳選すればいいんだけど、汎用性で言ったらちょっとこっちが群抜いてバケモンかなって今のところは思ってますね。ちょっとこれ使い道多すぎるね。まあまあまあ、これはまたね実装されたりとかね、相性のいいキャラクターをね別途動画で解説しようかなと思ってます。そして次、まあ、ティナリの伝説任務も来ますよと、で魔人任務も来ますよと、チャプター3第3章と1幕2幕がありますよといった感じですね。この画像めちゃめちゃ可愛くて好きです。はい、そして新しいマップボス、マッシュラプトルも来ますよと。これキノコンが成長した姿ってあのティザー PV で言われていたやつだね。そして人雷獣も出てきますよと、まあ、ティナリとかの季節素材が多分このマッシュラプトルが必要になってくると思うので今のうちに集めておきましょう。そしてねあのマッシュごめんね、マッシュルンだったっけ、敵がいるじゃないですか、敵の素材とかもまあ今のうちに、キノコンかごめん、キノコンの素材は多分必要になってくると思うので、あのスメールにも存在してたからね、今のうちに集めておきましょう。そして次、はい、このイベントねめちゃくちゃありがたいですね。簡単に言うとコレイが無料配布でもらえます。いやー素晴らしすぎるね。新しく登場した星4キャラクターをイベントで配っちゃうっていうこのミホヨの姿勢で、新しいキャラクターティナリも 3.1 からは工場ガチャ入りじゃんか。素晴らしいね本当に。ホヨバースは様々だ。その他のイベントもたくさん来ますよといった感じで、次、ここちょっと見にくいかもしれないんだけども、これあのいわゆる今まであったあの生物、星5の生物を3つ消費したら別の生物に変換するっていわゆるあの生物ガチャって言われてるやつなんだけども、これがバージョン 1.2 までに登場した生物が出るようになりますよと。これはね相当大きいです。あの暇女シリーズとかってやっぱりあの劣化とかがめちゃめちゃ弱くて厳選したくないって人も多かったと思うんだけども、余った生物を全部暇女厳選にぶち込んでもいいし、水力でもいいしぶち込めるっていうのは相当ありがたいかなって思ってますね。もちろん氷風と沈輪もいけます。バージョン 1.2 までの生物なのでね、これはね個人的に相当大きいアップデートかなって思ってます。そして次来ましたね、ここ一番大事、バージョンアップ日予告。これね運営がやるの初だと思うんだけども、今回注目すべきなのがこのスメール国。今までってリーウェイだったらバージョン 1.0、1.1 で終幕、稲妻だったらバージョン 2.0、2.1 で終幕だったんだけども、スメールはバージョン 3.0、1、2、3までやります。あ、じゃあ 3.2 かな、確かスメールのストーリーは。なんでスメールのストーリーは3部作完結になっている感じかなって思いますね。公式の魔法則を聞いた感じだと。はい、でなおかつこれ見てほしいんだけども、これ今までと原神のアップデートって6週ごとにアップデートだったのが、今回から5週ごとのアップデートになっているんだよね。これも非常に素晴らしい対応かなって思います。アップデート期間が短くなってね、ギュッとなっているので、まあ、今まで以上にちょっと虚無期間って言われてる部分があったと思うんだけど、ちょっと何すればいいのか分かんないみたいな、ちょっとつまんないな、退屈するなって
思う部分があったと思うんだけども、そういう期間も少なくなってくるのかなって思います。で、運営さんからもね、バージョンアップの日付がね、6週から5週に縮まったことによる、ボリュームダウンっていうことは絶対にありえないみたいな話はしていたので、相当期待していいんじゃないかなって思いますってな感じで、今回は、まあ 3.0 アップデート情報ね、まとめていったんだけども、まあちょっとボリュームやばすぎたね。俺も喉カラカラなんだよね、今本当に。まあ、新しい生物は、ちょっと金メッキが化け物だなって思うし、あとはまあドリーに関しては相当強そうだし、うん。ティナリかな。このティナリが明らかに草元素の感を意識してるスキル構成してるので、ちょっと気になる部分ではありますし、あとピックアップガチャか。ピックアップガチャ強いね、本当に。これティナリ勝利カームココミンでしょう。でも再三言うけど、ティナリに関しては無課金の人は今回の 3.0 で引いちゃダメなので、はい、注意してくださいといった感じですかね。はい、まあ、こんな感じでね、原神のね、最新情報とかね、まとめた動画も発信しているので、最後に高評価とチャンネル登録もぜひよろしくお願いします。それじゃあ次の動画で会いましょう。じゃあね、みんな、おつぴーです。バイバイ。